Well, hi guys, it's Stacey here. So, I decided to get back into the first and start reading all your comments. I don't even know why I decided to stop in the first place. I guess I was like very, very sad. But if I know one thing, it's to trust sky high, and there's always a reason for the things you do. So, let's just get back into it. Today we have 16 of 1. Yeah, 16 of 1. Let's go. The first. なんかものすごくレベルの高いアマチュアの方が今集まっているという状態なので、例えばもう明日デビューっていうのが叶うっていうのはちょっと難しいなと思ってます。ただもう少し時間があって年内でデビューできる人たちしか残ってないとも同時に思ったので、それにはあと何を超えればいいのかっていうのを彼らに対して課題を改めて提示しながら、その課題に対してクリアできる、もしくはクリアできそうだなとこちらが判断する、この1ヶ月で培ったもの全てを出していただいて、その上で年内のデビューという形にやはり届かないと判断された方をここで脱落させることになります。次の審査の、内容の発表をします。はいはい、まず次のチーム戦です。はいはいはい、チームのメンバーはここにいる11人全員、はいはいはい、11人でワンチーム、はいはい、そしてディジプロ審査を終えた君たちが次に挑むのは VS プロのアーティスト、君たち11人でプロのアーティストに挑んでもらいたいと思っています。はいはいはい、プロのアーティストの楽曲を11人全員でカバーして、ただなぞるのではなくて、そこにあるものをなぞるのではなくて、君たちの歌としてパフォーマンスしてほしいと思ってます。はいはいはい、ザ・ファースト、合宿最終審査、君たちが挑むプロのアーティストはもう目の前にいます。To the first は、一般的なローキーとハイキーと
リズムの細かいところと分けるところと、さまざまなアプローチを使ってるんですけど、技術的な難易度以上にそこに乗っける感情の成分、それをこうコントロールして、ただ感情を断ち切りさせて感情を表現として使うことが本当に大事な楽曲になってくると思います。なので普通に歌がうまい、普通にダンスがうまいというものをステージでやるのではなくて、楽曲が持っている感情だったり自分の意思だったり、そういったものをちゃんと表現としてステージでできる人間になってもらうにあたって、合宿最終審査の課題曲としてふさわしいと判断しています。ああ、リザファイローさてさて、私思ったんですけど、多分これ歌をさ、どこでさ切り替わるかを先決めといた方がさ、歌割り決めやすいんじゃないかなと思ったので、でここで一人、ここで一人、ここで一人決めてった方が多分想像イメージつきやすいかなって思う。うん、あとなんか歌、大歌、ラップみたいなイメージがある。ここも大歌で、ここが歌ラップで、こちらそうだよね。イメージ持ちながらもう一回聞く。そうだね、わかんない、ぶっちゃけ何もわかんない。なんとなくここかなっていうのでさ、別に何でもいいけどさ、まあ、なんか、うん、あれ締め、あれ締めようぜ、みんなでこうやってさ、あの、そう、ここで一人かな、うん、みたいな感じでしょ。ある日の物語と笑われた、その夢も超えるため走り出そう。風がも遠くも残る、空の向こう、その先で会おう。肩やのリリクリフィンジョーどうだ、あなたの手を掴んだ。To the first, to the first, the first. 最高のパフォーマンスにしたいので、心をまずみんなが一つにして頑張ってます。11人で船に乗って大航海をする。そんな友情を頭に持ってチームを成功に導く。世間を驚かせる。これを僕にとっての課題にしたいと思います。いつの途中で一番の部分は割と大きく分けた方がいいんじゃないかなって思って、さっき聞いた時に、で2番は結構割と一番が歌詞的にも希望が見えてきたような、そういった歌詞になってきてるし、流れ星をつかむように空を駆けるとか、放射線を描くっていうなんていうの、結構歌詞としても早い、流れ星も結構早くみたいなイメージでいくと、この Now I gotta go ぶちかまそう君とのところを3つに分けるのも、これ全く同じく書いた、面白いんじゃないかっていう、いるかな、それこそなんか流れ星みたいにもうどんどん歌いが変わっていく、めっちゃいいと思うんですね。それで多分大サビ感を演出できるような気がする。2番のサビの後半はなんとか曲が来て、1番を分けるマイノとそのものを一緒でもいいかな。だからこのレオ君といったものこの授業に入るか入るか入るかっていうのがあるんだけど、学生を踊るんだったらそのあれじゃね、アイドルを見てる、アイドルを見てるのはイメージにしたらできるだけですよ。俺やりたいですか。おお、いいですか。そうね、そうね、クレジーだった責任者はいるんだ、ここで正確に出てます。責任者がいるんだ、歌うならここ行きたい、おいしょ、だったら、うん、そうそう、おいしょ、そうだけど責任者がいるんだ、責任者がいるんだ、絶対ファミレスとかで行っていいじゃん。はい、やっていいじゃん。なぜなぜくるさ、なんでもある。ありがとうございます。でもない、さなぎのバトファイ、ここじゃ終わらない、終わる気するない。でしょ、めっちゃいいです。頭の台出しって本当大事だから、この曲のメインといっても過言ではない。それがいいだ、スタートなしだから本当に大事だから、最後する大体やる、全然大体です。最年少から始まるんでね、ノーマイカもされますね。さあ、次に流れが来るっていう流れの方がいいかな。じゃあ、決まりました。はい、もう一回聞かせて、もう一回聞かせて、ベンちゃんお願いします。ベンちゃん、あの日夢物語と現れた、その夢を超えるため走り出そう。おお、It was nice, it was nice. It's unique. To the first は歌詞、僕最
最初なんですけど、あの僕4年生の時にあのダンスを始めてアーティストになりたいって夢を持ってて、そのなんか学校であの自己紹介カードみたいになってそれに書いたんですよ、アーティストになりたいって。で最初はなんかアーティストになりそうよみたいな、なんかすごい笑いが起きてて、なんかあの日自分の夢が笑われたみたいな、そういうでもその夢を超えるために走り出すみたいな、そういう歌詞なので、それはやっぱり自分に合うし、しかもパフォーマンスとしても表現力にしてもしやすいというか、自分まあしやすいので、そこは自分で立候補しました。歌い分けみんなで歌振り分けて決めた後にみんなで見たら、もう本当にすごい気持ちいいぐらいバーンってみんなハマって、あもう本当その通りあなたが歌うべくして歌う歌詞じゃんっていうのが本当に染みるような、そんな歌詞が詰まった一曲なので、これはもうあと革命を起こすしかないなって話もみんなでしました。The 4 hours、 パフォーマンスなんですけど、うん、11人いるじゃないですか、うん、その人性格に合わせて振り付けも作りたいから、うん、俺に任せてくれるなら大雑把な振り付け俺が作っちゃおうかなって、うん、1回、うん、それが次いいか、土台は絶対そうだよ、作ってもらって、なんかただのパフォーマンスじゃさ、失禁さんとか越せないと思うし、なんかみんなのことを知ってる俺だからこそ、なんかいろいろ聞いた上で作りたいなって、うん、そういうのパフォーマンスした方が多分感動が生まれると思う。入れる、うん、入れると思う。The one that said the world, ooh. これちょっと一番難しいことになるんじゃないかなっていうのをすごい思っていて、プレッシャーの大きさだったり期待の大きさ、あとこの合宿を締めるというその大きな一作品、そこにやっぱダンサーとして、まあ、世界で踊ってるコレオグラファーとして僕がチームにいるということは、やっぱパフォーマンスも期待されるだろうし、そこをしっかり自分の実力を発揮しなきゃいけないところだなって思う反面、僕はとりあえずみんなが練習できる環境を作ってあげたいので、まずはパフォーマンス。 The more I watch Sota, the more I understand why he's in the group. なるべく早く完成させたいなって思います。 It's like a perfect fit for the group. もちろんそのボーカルレコーディングやディレクションとか表現に対する心の部分っていうのはガイドしていったりサポートしていったりしたいですけど、クリエーションそのものに関しては極力口は出したくないなという感じですね。そもそもがもう自分からバトンを渡した形になるので、どうフィニッシュさせるかは彼らのアイデアに任せたい部分は本当は大きいですね。There is one number I'm talking about. Oh, I want to see you. 何なら一番は自分が歌が経験っていうのに一番不安はあったけど、今こうやってオーディションを重ねていくうちに、日高さん考えるのが本当に目線が高い。僕はあのずっとダンサーやってて、やっぱなんか実力だけでこの先行ける話じゃないなっていうのをすごい悩んだ時期があって、ダンサーとして。やっぱでも昔からなんかガツガツ踊るダンサーより、俺はブルーノマズとかマイケル・ジャクソンとか、そのやっぱもうマイクを持って自分が発する音楽にも乗ってるこのタイミングっていうのが大好きで、そもそもダンスを始めたからずっとマイクを持って踊るってことは憧れてたんだけど、それもダンサーとしても俺はめちゃめちゃマックスまで上がった時に、それも同世代のしかも俺の方が勝率がいいやつらがすごいどん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 活躍していくのを見て、まあ、自分の弱さも感じたし、あと日本人っていう弱さ、すごい日本人っていうのをめちゃめちゃ悔やんだ時期もあったし、でそういう時になんか戦略っていうか頭を使おうってなった時に、じゃあずっと憧れてたマイクを持って、自分が有名なアーティストになって自分で全部作るっていうのをやればもっとすごいことなんじゃないかなっていうのを、僕はその同世代を越すために思いついたっていうのを
まあ、俺が身をもってラップが成長できたなっていうすごい嬉しい体験したのもそうだけど、本当になんかすごい運命で集まった11人だから、俺は本当にこの中でこれをしっかり聞いて、さらに上に自分の夢も叶えに行きたいなっていうふうに思ってるから、絶対成功させたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このオーディションを受けたって、こう意識というか、それ自体は、まあ、本当にアーティストっていう、そのライブとかにもともと憧れて、IoT みたいなとか、テレビに出て、パフォーマンスするっていうのに憧れて、受けて、受けたら、本当にここまで来たっていうのがあって、なんか、いまだに、この前もエリちゃんととかリュウくんの話だけど、本当にいつの間にかここにいた感があって、あんだけ大人数見てみて、審査30人までなって、それでさえ緊張してたのに、今になってもう11人まで自分はある人で、そう、ここに本当になんかここに残っている人たち、本当にバトンだったバックボーンが揃っているから、もうそれ以上のものがこう今集まってやってるっていうことは、本当に合わせたら相当な感じで思うのか。一番に思うことって、こうやってこう高いレベルで同じこう夢とか目標を持った人たちが切磋琢磨できる環境ってなかなかないなと思って、そう、音楽でやっぱ通ずるものって本当にすごいなって思うし、だからこそなんかこの曲聴いた時っていうか歌詞見た時に、特にフックの部分とか炎を燃やすとか怖くても進むとか、すごいメッセージが強い、メッセージ性が強いなと思って、合宿来た時とか本当にみんな何も分からなくてさ、なんかどうなっていくんだろうっていう不安が多分みんな大きかったと思うけど、その不安も あって怖くてもこう進んでいこうみたいな、自分たちにも与えるし、今みんなが隣にいるこう仲間たちにも与えるし、なんかこう熱い気持ちが伝われば、それはそれでもう立派なパフォーマンスだと自分は思うから、なんか見てる一人一人のこう胸が熱くなるようなパフォーマンスが本当に11人でできたらいいなと思います。そうだね、頑張りましょう。頑張ろう。頑張りましょう。俺はそのオーディションを受けたきっかけは、就職に切り替えてちょっとしたタイミングで、日高さんのオーディションがあるのを取り返すから、本当に最後のチャンスだと思って試しに受けてみようっていうので受けたら、今こういう状態になってて、でも合宿来る前に就職先も断って、ここにかけてるから、本当にマジでみんなとめちゃくちゃいいものを作って、本当に最後までやりきりたいなって思ってます。うん、はい、だからマジでビシバシダンス教えてください。いや、マジで頑張るから。頑張ろう、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 頑張ろう。 The way you made it to、はい、wow。 まあ、その僕はなんだろう、このオーディションを受ける前は、まあ、芸能界には見させてもらってはいるけど、まあ、別のジャンルのお仕事をずっとしていたわけで、で、まあ、その中でもやっぱ理不尽なものっていうのが特にすごい多い業界だなっていうのは正直感じていた。このオーディションを日高さんの、まあ、会社を BMSG 立ち上げたっていう時に、その名目としてバンって一番最初に会社のコンっていうのが出た時に、もう理不尽なバラエティ要素がない、まず全て実力、もうクオリティファースト、アーティストファースト、クリエイティビティ、なんかこれの言葉を見た時に、なんかもう信じるしか、うん、もうはっきり言ってないし、うん、これで逆に言ってしまえば理不尽なものがあるんだったらこれを言っといてっていうのは正直あった、うん、けど蓋開けてみたら、それをちゃんと見てくれて選んでくれたのは日高さんだったわけで、改めて本当にここにいる人は理不尽も何もクソもやったくりもなくて本当にすごい人たちだからっていうのは、いやでも本当に分かる。だから本当に
自分を信じて、みんなも当たり前のように信じて、もっと目指して、そういけるかなって思ってる。愛してる。俺もなんかオーディションを受けた理由っていうか、そもそも音楽は中学生ぐらいから憧れてて、やっぱ歌って踊るアイドル最初は憧れて、でその中で自分で音楽やっていく中で、若干その道を諦めながら自分なりにソロアーティストとしていろいろやってきて、やっぱ根っこでずっとその憧れてたもの、歌って踊るのを見てテレビで見ると、なんで俺はここにいないんだろうっていうのはすごいあって、個性を殺さないと俺はボーイズグループできないと思う、にはなれないと思ってたから、変わってると思ってたから、自分のやりたいことがそれには向いてないと思ってたんだけど、それでもこうやって受け皿があって、で入ってみたらそれをすごく尊重してくれて、ただただボーイズグループをやりたい人たちじゃないというか、すごい環境に身を置けてるなっていうのは日々感じてて、だからこそこの曲で自分が担当する7番のところは、本当に自分の心情だったり、本当に行く当てがなくて1年間フリーターやりながら音楽やって、親に迷惑かけてっていうのがすごく重なるところがあったりして、でそんな中でサビで怖くても進めって言ってたとか、本当に自分自身ここに投影できるものがいっぱいあって、できっとみんなもそれはどっかの箇所にすごくあるような曲だと思うから、なんかみんなで一個のさっき伝えたようなことをすごく大事にするとともに、俺やっぱり背負ってきたバックグラウンドっていうか、改めて親とか仲間とか家族仲間に誇りに思ってほしいというか、誇りになりたいっていうのが一番根っこにあるから、それをぶつけてもなんか受けてくれるみんなだと思うから、そうね、思いっきりやらせていただきたいなと思ってるし、やっちゃってください、思いっきりやってくださいっていう、はい、でもすごくあるかと思う。終わりに行こうか。みんなみたいにちょっとブーブー言ってるけど、恩返しをしてたしだからすごい短くなっちゃって、いや俺まだ22歳にもなって音楽をやってるかっていうものにちょっと通ずるものなんだけど、おじいちゃんの話になるんだけど、おじいちゃんの話はどうなんだろうって言ったのよ。なんかその俺アーティストになりたいなみたいな、でそれでなんかそれがおじいちゃん頑張れよって言ってくれて、その頑張れよって言葉って結構みんな言うじゃん、頑張れよとか。でもそ俺にとってはその結構その頑張れよが超でかいみたいな、で結局その信じなんだけど、あごめん、いや俺も誰かのたった一言になりたいなと思って、音楽を始めて、だから諦められないっていうところもまああるみたいなっていうのもあるし、なんかこのなんていうんだろう、多分これを多分見た例えば同世代の子たちとか俺の友達とか、まあ、みんなの友達もそうだし、そういう人たちが多分このパフォーマンスを見た時に何かこうなんだろう、ちょっと前に踏み出す一歩踏み出すというか、俺にとってのはすごい頑張れだったけど、そういうものになれたらいいなとも思って、ぜひみんなの力を貸してください。お願いします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 。僕この審査を受ける直前まで本当に挫折しかけてて、才能はあるって昔から言われてたけど、デビューしないのとか、それで周りが期待してくれてるのに応えられない自分が嫌いになって、自分自身何回ダンスやりたいって思ったか覚えてこないけど、このオーディションが自分にとっての最後だと思って、この歌詞を見てやっぱ自分
まあこの道しか知らないみたいな意味じゃないですか。一番最初とか I know this is only way でしたっけ。やっぱこうやって全員が音楽の道を向いて上を目指せるって本当に嬉しいことだから、うん、尊重を絶対に忘れずに11人で同じ道を歩きたいなっていうふうに僕は思ってて、うん、だからこそこの曲ではそういった力を一つでも落とさずに尊重し合って11人でこの曲を作るっていうことを本当に一人一人が意識したら日本なんてもうとっくに超えれるものになると思うから、うん、そこは本当に頑張りたいです、うんうん、頑張ろう本当に。素晴らしいですか。いいよ。あ、いいよ。いいよ。この話しちゃうんですけど2年前にそのグループデビューをそのこれと同じようなサバイバルのオーディションやっててその終わってからこのここまで来る2年間とか毎週毎週レッスンやってたりしたしそれをすることで自分がどん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 上がっていけるって思って信じてやってたんですけどなんかずっと毎週毎週泣いて小学1年生の時から歌とかダンスとかやってはいたんですけどずっとお母さんがずっと送り迎えとかしてくれてなんか自分が活躍してる姿を一番身近な家族に届けたいっていうのが本音なんですけどでも3年前にいなくなっちゃったし正直その成長してない成長してるのも分かんないし何のために頑張ればいいのかも死人にはなんか言ったんですけどでもこの曲を通して亡くなったお母さんにも届けてあげたいし自分はここで頑張ってるよって一番届けたいしこの楽曲を通して本当にいろんな人にその11人の僕たちの存在を証明して福祉もどん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 レベルアップしていきたいと思ってるので本当になんかいろいろ教えてください頑張ろう頑張ろういや今自分がここにいるっていうのが今でも正直なんかよく分かんなくて意味分かんなくてずっと11人とか言ってるんですけど本当はここにいちゃいけない人っていうか分かんないけどいてもいいんだからみたいな感じにいつも思っててレイ君がなんでみんなにリスペクトされてるからって僕が言うことじゃないかもしれないけど単に成長することが早いんじゃなくて音楽を愛してるし音楽に愛されてるからだからそこに自信を持ってほしいと思う本当にそれの意味が分かんないリラックスしてってよく言われるんですけどなんかどうやってって本当にずっと思っててなんかないじゃん落ちたくないからなんかずっとなんか頑張ってるけどそういう保証ないしだからずっと頑張り続けないといけないからリラックスしてられる余裕なんて
ないじゃんって俺は思ってて、なんかもうマジでもう複雑な気持ちで、でも一つ分かってるのは、もうあのこの曲をやるんだったら、もうそういう悩みとかは置いておいて、もう本当にみんなの頑張ってる姿を見て、もうなんか成功させたいなって俺は思っちゃう。チェス、ありがとう。Oh Lord, this show is just something else. みんな一人一人ってことが全てだと思うし、多分本当にこの曲っていうのが多分僕らの人生にとって宝物になると思うし、あの一生戻らない過去を、なんてこっちゃ、これ1秒1秒も絶対にいい作品作って、絶対に周りの人に恩返しして、絶対に日高さん泣かせましょう。そしてスカイハイさん倒そう。At the end of the day, these are just young men trying to, like, finding their way, trying to make it in life. And wow, it's just so nice to see, even though it's emotional and everything. It's just nice that we have young people actually aiming for something, like, they know what they want. It just feels nice. Oh, anyways, that is all for today, guys. I'll see you in the next episode. Yeah. When one video ends, just open up another one. It's called binge viewing. Go ahead. I support you.